フランスオリエント急行食堂車食堂車からの車窓2007年、イタリアカナダビア鉄道カナディアン号食堂車、食堂車とは、鉄道の客車の一種。講義には車内に調理を含む給食設備を設置する車両であることから本校では、ビューフェ車などについて、また、日本国内とそれ以外の各国についてはそれぞれ分けて、解説を行う。多くの場合は、 車両全体が給食設備によって占められ、客席と調理室を備える。豪華列車のステータスとみなされる場合もあり、特に戦前においては、国内外の長距離列車には必ずと言っていいほど、連結されていた。逆に普通列車をはじめとする短距離列車には、原則として連結されない。21世紀の現代は、航空機やバスなどの発達による鉄道の地位低下や、 長距離を短時間で結ぶ高速鉄道の普及、食形態の多様化により、国を問わず連結する列車は減少する傾向にある。トワイライトエクスプレスディナー券、食事予約券調理設備を備えた食堂車は、時代とともに数を減らし、2000年に東海道、山陽新幹線、グランド光での営業終了により、乗客が予約なしで気軽に出向き注文をする形態が消滅した。 厳密にはそれ以降も事前に、緑の窓口や、旅行会社などで、ディナー券、食事予約券を、予約購入する完全予約制の夕食時間帯を、除いた本州対北海道間の信頼特急で、残存したが、こちらも2016年までに全廃された。現在では、食堂車自体は存在するが、食堂車を連結市場時営業している列車は、存在せず、 ツアーによるパッケージも含めて乗車前に食事の予約が必要である。ただし、あらかじめ車外で調理されたものを電子レンジで加熱するなどした軽食を提供するビューフェカフェテリアの形態は JR 東日本のサフィール踊り子や近鉄の島風などでわずかながら存在する。JR 九州ではクルーズトレイン7つ母九州を運行するにあたり2013年に 食堂車を申請した。食事はツアーのパッケージであるものの心臓による食堂車は14年ぶりである。また同列車と前後して JR 東日本、土北エモーションや必殺オレンジ鉄道、オレンジ食堂など風光明媚なローカル線の車窓と食事を楽しむことを目的にしたレストラン列車が各地で運行を開始するようになった。またそれ以外にも 調理室は設置しないが完全予約制として、調理済み食品を搬入することで教職サービスを実施する観光列車も、JR 東日本、キラキラ、植津、ズ、コシノクーラー、信濃鉄道、六門の、他広島電鉄、タルミ鉄道、養老鉄道、長良川鉄道、三陸鉄道、越後きめき鉄道、道伊浅利鉄道などで運行されている。 これらの多くは主に地元産食材を使用した料理を提供するほか有名シェフが手掛けた本格的コース料理を売りにするケースもある。運行にあたっては市中の飲食店と同様に食品衛生法に基づく営業許可が必要であり多くの場合は所属する車両基地を管轄する保健所から営業許可を取得する2020年8月1日時点で 食堂車を営業する列車、または調理設備はないが、予約制で食事を提供するレストラン列車は以下の通り。JR 東日本都北エモーショントレーンスイート四季島、JR 西日本花嫁のレンベルモンターニュエ、メール車内ではサービスとして、区間限定で、プチ、と山湾寿司セットに、ほろよいセット、もしくは地酒の飲み比べセットが提供される。 いずれも1ヶ月前から3日前までに、着地型ツアーサイト、ビジット、富山県での予約が必要となるが、当日車内で販売する場合もある。食事なしでの乗車も可能だが、全車普通車指定席である。アメツチラマルデボイスのはなし、トワイライトエクスプレス随風 JR 四国以下の3列車が運行されている。いずれも食事は予約制ため、食事なしでの乗車も可能だが、 全車グリーン車指定席のため乗車券のほか、普通列車用指定席グリーン券、または、特急列車用指定席グリーン券が必要となり、青春十八切符では乗車は不可。イオなだ物語四国真ん中千年物語、JR 九州軸州スイートトレーン、ある列車、キハ七十二三熊本車両センター所属のキハ百八十五から、四を改造したカウンター形式バー、A、 トレーンバーを設置。ビールやハイボールのほか限定のオリジナルカクテルなどといったアルコール類を提供する。36プラス三西部鉄道を旅するレストラン52席の私服近畿日本鉄道近鉄16200系青の公共局西日本鉄道地方私鉄第三セクター鉄道のと里山里海競技での食堂車。 ダイニングカーはレストラン並みの料理を調理、供給できる調理設備と接客に十分なテーブル席を備えるものを指す。講義には簡易食堂車であり、一般の座席車との合わせ作りとなっている場合が、主流のビュフェも食堂車に含められる。車両記号は国鉄 JR 在来線において、食堂車、ビュフェとも、市で表記される。 全室食堂車押し172055なし2024手前の小さな窓側が調理室奥の大きな窓が食堂差し489から4左側が食堂右側が調理室右側ドアは食堂従業員用出入り口岸8026左側が食堂右側が調理室木差し180から10非公式側公式側全室食堂車は車内をに、 部屋に区切り、一方の部屋は本格的な調理設備を設置した調理室とし、他方の部屋はテーブル席を備えた食堂とする形態が一般的である。客車の食堂車は、明治末期から大正中期まで車体長17メートル級の2軸ボギー客車と20メートル級の3軸ボギー客車が混在、食堂の客席配置も、 両食堂車と和食堂車で異なるなどの違いがあったが、対象末期に製造された青子27,700系、以降20メートル級3軸ボギー車、食堂の客席配置は4人席と2人席を備えた、定員30名が標準になり、厚生客車への移行後もこの形態が踏襲されたが、戦後初の新生食堂車であるマシ35型からは20メートル級2軸ボギー車になった。 1956年に登場した重軽客車の推し17型では車体幅が拡張されたことで車内レイアウトが見直され客席のテーブルを4人掛けとして定員40名に増加しそれ以後の食堂車でもこの配置であったなお食堂内には1936年に製造されたマシ38型で車輪の回転を動力源にした冷房装置が設けられ マシ35型も同様の冷房を備えたが、この方式は動作に問題も多かったことからおし十7型ではエンジン駆動の冷房装置になった。厨房内の調理設備は食堂車の誕生以来1950年代まで石炭レンジと氷冷蔵庫を主に使用していた。マシ十五系の姉妹形式であるカシ十六型では調理室の電化が図られ電気レンジや電気。 冷蔵庫を装備したが、電力発生量が十分ではなく、故障が多かったことから、マシ35型と同じ設備へ回収して編入した。また、オシ17型も調理設備に関しては、石炭レンジや氷冷蔵庫といった、旧式の設備を踏襲した。電化調理設備の実用化と冷房設備の電動化は、電源車からの集中給電方式を採用し、 固定編成を前提とした20計客車のなし20型で完成された。その後、分散電源方式を採用した14計客車の推し14型、さらに再び集中電源方式に変更された24計客車の推し24型に基本設計は踏襲された。電車特急用食堂車は151系電車の差し151型が、 基本的にはすでに登場していたなし20型をベースに、当初より完全電化として設計された。大量に電力を消費をすることから、自社に7 0ルトアンペアの電動発電機を搭載した。また回送運転台を客室側つまめに設け、編成蘇生状の用途された。従業員用トイレも設け、業務環境を改善した。後に開発。 製造されたサシ481.489581型でも基本設計は踏襲されたがサシ151系の使用実績をもとに改装運転台が調理室側つまにも増設された。機動車特急用食堂車は第一次製造分となったキサシ80型では走行用エンジンを搭載しなかったために数々の問題が露呈した。本件については 国鉄キハ80系機動車キハ八82系を参照のこと。製造期間が長期にわたったために、途中でテーブル、椅子の FRP 化などの改良が行われたほか、客車では押し14型以降、電車では差し181系100番台、差し481から15以降、差し489系、差し581系、機動車では、 機種8037とキサ180型が、服装ガラスの間に手巻式のブラインドをはめ込んだ方式に変更され、従来のカーテンは廃止された。また、初期に製造された電車、機動車の食堂車には、食堂で入り口ドアの上部に列車位置表示器が取り付けられたが、1964年以降の製造車からは廃止された。 また、寝台急行列車用に製造された押し16型は、全室食堂車でありながら、寝台設営、解体時の避難場所という位置づけも兼ねた、フリースペースに準ずる扱いから、ビュフェとした車両である。ビュフェも橋150系ビュフェビュフェでは、基本的に半分程度が簡易食堂であり、もう半分は、一般の座席を配置した客室であるが、例外として押し16では、全室が、 ビュッフェのスペースである。食堂内にカウンターテーブルがあり、カウンター内部に電子レンジや冷蔵ケースなどの簡易な調理設備を設置している。カウンターの向かい側の窓際には進行方向と平行にテーブルを設置している。調理設備が少ないためメニューは軽食に限られ、飲食スペースは狭く立食スタイルが一般的でカウンターに椅子すらない場合もあり。 カウンター席があってもその数は少ない。1958年に登場した国鉄初の電車特急小玉では試作要素もあったために当初は半室食堂車のビューフェとされた。このコンセプトは1960年6月に153京急固形電車で運行を開始した東京大阪間の急行、設置用に製造された佐橋153型に引き継がれ、 以後の佐橋165.169系、451.455系及び新幹線35.37型にも踏襲された。2020年時点では JR 九州の36プラス3が本構造を踏襲する。一方、客車では1960年代までは半出食堂車が存在しており、主に地方都市間の準急・急行列車に連結された。 ただし、ビュフェと異なり上述する全室食堂車の、上述のビュフェ車が製造開始された当初は一等車も含めて、急行系車両は冷房改善であったが、ビュフェ内部は冷房を完備していたことや調理も電化されていたために、自社給電用に49馬電動発電機が搭載された。このため、夏季には軽食を購入し、涼む利用客で賑わった。普通車冷房化に際し、 一部の車両は冷房用、電源供給も兼ねて、出力を119米イエンゲに換装されたために、ビュフェが営業休止措置となった以降も編成から抜くことが難しく、1980年代前半までは、編成に組み込まれたままの列車も多く見られた。車両の廃車後も、これらの MG は、国鉄分割民営化直前に投入された、新車、改造車に流用されている。 山陽鉄道食堂付一等車鉄道省時代の食堂車寿司3万7 8 0 0系1 9 3 5年頃、明治から第二次大戦まで日本初の食堂車は1899年5月25日に私鉄の山陽鉄道が運行した関節鉄道橋と山陽鉄道三田尻館の列車に連結した食堂付一等車である。当初は 瀬戸内海航路への対抗とともに一等車の付随施設の側面が大きかった。この車両は山陽線2 2 7 1 2 2 9号で国有後の小石9180型と考えられている。食堂営業は山陽鉄道の直営の後、神戸の自由亭ホテルの請負いになった。関営鉄道では1901年12月15日に 新橋駅神戸機関の急行に往復に連結され、西洋圏が運営し、日本鉄道では1903年に仙台ホテルの受け負いによって導入された。この当時は1.2当社の客しか使用できず、関営鉄道、日本鉄道でも同様だった。利用区分を設定した理由として、利用者層の日常的な生活習慣などを考慮三等車の客には、 当時行儀の悪いものが多かったため1.2等客に不愉快な気持ちを抱かせないようにする配慮あるいは本来の座席より良い車両で万全と時間を過ごすことの防止であったとされるその後1903年10月から山陽鉄道では換算時間帯には3等客への部分解放を実施3等車の乗客が1.2等車内を通行することは禁じられ駅に停車中に 車両の外を移動することと、見慣れを整えることが求められたという。鉄道院でも、1919年8月から、一部食堂車に改造を加えあるいはその連結位置を変更して、列車全体の旅客に開放した。食堂車を挟んで1.2等車と3等車を分ける、施策は戦後の初期まで続けられた。当初は、上級旅客の利用が前提であったことや、 和食より洋食が調理加工の幅が単純であるために、どの食堂車も主に洋食を提供する洋食堂車を連結していた。1906年4月1日から新橋神戸間の3等、急行列車に和食堂車が初登場した。メニューは和食が主体であったが、洋食でも一般に普及している料理は提供されており、形式が制定された際、和紙が用いられた。 1929年に愛称が付けられた特別急行列車、富士は1.2当社のみで編成された関係で、洋食を提供していたが、3等社のみで編成されていた、桜では和食を提供した。そして1934年以降になると、洋食を提供する食堂車は、東海道、山陽本線を走行する、富士1930年運転開始の、園、山陽本線。 京都下関間一等展望車連結の急行7.8列車、東京神戸間1.2等車のみの急行17.18列車、1937年運転開始の鴨モのみになり、他はすべては食堂車になった。この当時、洋食堂車は完全予約制で、あくまでも洋食専門としており、和食堂車は、 和食の他に比較的安価でかつ一般にも馴染み深い洋食となりつつあったライスカレーやコロッケなどの揚げ物はもちろんビーフステーキなど洋食堂車でも扱う料理を提供していた。戦後以後の食堂車はこの和食堂車の系譜を継承していく。なお、戦前の洋食堂車のメニュー、営業形態は2015年まで運行していたトワイライトエクスプレスのメニューがそれに近い。 営業面においては、1908年に鉄道国有化によって、食堂直営廃止の方針が打ち出され、食堂営業はすべて、受け負い制に移行することとなった。東海道、山陽線では、三角、西洋県に、大阪の、東松県が加わり、東北、常磐線では、仙台ホテル、九州島内は、文字の、日本帝が担当した。 その後にも参入業者は増加し、サービスを競う中で東松県では1930年7月5日から東京駅大阪駅間の不定期急行列車でウェイトレス導入を施行。翌年10月からは特急、桜を皮切りに本格導入された。利用者からは食堂車内の雰囲気がソフトになったことから利用しやすくなったと歓迎された反面。 チップ収入減少も絡んで列車防衛からの反発もあったという。運営は順調ではあったものの昭和に入ると利用客へのサービス停滞や収支不明瞭な業者が出るなど問題となり、1938年1月に鉄道関係者と列車食堂業者による協議会が持たれ、その中で列車食堂の経営統合を図る案が浮上した。 そして9月15日、日本食堂株式会社を設立10月1日から営業を開始した。1936年の時点で稼働していた食堂車は115両で、食堂車連結列車数は77であった。大戦前は特別急行列車、急行列車に限らず、山陽本線、東北本線、日光線、山宮線、日報本線、 根室本線などの準急列車や長距離、観光日中戦争や太平洋戦争による運行や、物資統制により、特急列車や一部の長距離急行列車を除いて、定食が簡素化し、単品の料理も一人一品の制限や、代用食材の使用、テーブルクロスの廃止などで品相になった。1940年には、食堂車の廃止が一度決定されたものの、 廃止に加担した軍部などが不便であるとの理由で復活、最終的には1944年4月1日をもって決戦非常措置要項に基づき一等車や寝台車と共に中断された。なお、食堂車廃止と引き換えの形で同日付けから車内販売が開始されている。国鉄線内では1934年に施行されたことはあったが、本格的な営業はこの時からである。 使用が停止された食堂車は各地に疎開留置されたり三等車に改造されたりしたが一部では旧調理室部分を利用し小麦に乾燥野菜、みかんの皮、魚粉などを混ぜ、糖蜜を加えて製造した鉄道パンなどを配給したものもある。なお、スピーカーが装備されるまで食堂車の案内を休止人,人が車内で配布して回っていた。第二次大戦後戦後は 連合国軍の支配下により1945年から連合軍専用列車の食堂車の営業から再開した。その後、1949年にはスハ32型やオハ35型からの改造による半出号作り車オハシ30型が登場し、同年9月の特急列車平和復活と同時に、 同列車と東京鹿児島間の急行一点に列車に連結、営業を復活させ、以後順次拡大していった。しかし、1960年代頃より普通列車、急行列車が、徐々に、客車から、電車、機動車化されると急行系電車ではビュッフェに転換、機動車では、特急用車両のみ食堂車が製造されたことから、食堂車は客車による、 夜行列車内し特急列車中心の営業となった。差し151系車内1960年頃、騎士8020車内1985年日本食堂の食堂車用用、食器1968年頃日本食堂の食堂車用は定食飯11968年、頃1958年、最初の電車特急列車として 20K151、 電車を用いて運行を開始した小玉号はビジネス特急として運行されたことや試策的な要素があったため当初は半出食堂車で3等車との合わせ作り車となるビュフェ車のみであった。これが半出食堂車をビュフェと呼ぶことの初出とされる。本格的な全出食堂車は1960年のツバメ電車化の際に登場したサシ151型で後に登場した。 特急列車用食堂車、キサシ80系、キシ80系、サシ481.489系、サシ581系、キサシ180型に構造、デザインが踏襲されている。急行列車が電車化された際には、半出食堂車のビュフェとして連結した。ビュフェでは調理設備が食堂車に比べて簡略化されており、運営人員も少ないことから、 本格的な調理を行うことは少なく、比較的簡単に調理できる軽食や飲料が中心となったが、1961年12月に電子レンジを佐橋153から23に設置してスト運用を行ったところ好評で、以後は調理済みの冷凍食品や冷蔵食品を電子レンジで再加熱して利用者に供することでメニューの幅が広がった。また、 東海道本線の急行列車では寿司を東北本線急行列車群、新越本線急行列車群、中央本線急行、アルプス、九州直通の山陽本線急行列車などでは蕎麦、うどんや丼物を供していた。1949年の東海道本線の特急復活を契機に再開された食堂車では、日本食堂の一社が担当したが、一社独占による、 弊害を指摘されるようになり、1953年より、特急、つばめの食堂車を帝国ホテルが担当したほか、都ホテル、新大阪ホテルに続いて、鉄道交際会や上越線列車で営業した、大日本食堂受略も参入。さらに1970年代には、鉄道交際会系の大鉄車藩、近鉄車藩、中国車藩、九州車藩なども在来線急行ビューフェ営業に、 参入し、食堂車、ビュフェ黄金時代を支えた。1970年代以降しかし、在来線においては1970年代以降は、食堂車の営業休止もしくは連結しないケースが多くなった。これには、以下のような理由がある。特急、白山食堂車さよなら営業差し489から4985年これらの状況から、在来線では、 ビュフェ車連結の電車急行列車が1976年11月に中央東線のアルプス並びに新越本線の新州、病校を最後に廃止、食堂車連結の中高特急列車が1986年11月の大鳥、オホーツクを最後に廃止された。一方で1981年にはキロ182型で車内の一部を長距離客に、 配慮して0系新幹線ビューフェ社と同様の設備を持つ、厨房を備えた車半準備室兼売店とした。また1985年には、内庁に和式グリーン車、ダンランサロ481系500番台が落成した。本形式はサシ481型を改造したもので、旧庁理室はビュフェ都市軽食類の提供を行うという、 新たなサービス形態が提案された。しかし、1989年のスーパー来庁登場時に和式グリーン車そのものが廃止されたため当該車両は一部が廃車、一部が通常座席のサロ481系2000番台に改造され、ビューフェ部分をラウンジに改装。小規模ながらサンダーバード登場後の1995年11月までビューフェと売店として、 営業、以後は、車半基地として使用された。また、このコンセプトは、白山に連結された、もは489系、ラウンジコンビニエンスカーで、カレーライスや弁当類などの軽食を電子レンジで温めて、販売するスタイルに紹介された。また、余剰となった食堂車は、経年が15年程度と比較的車齢が若かったが、前日の、 段々など一部の例を除き鉄道車両としての転用は少なく、その大半が廃車となっていった。その一方廃車後に構造を活かして街中でレストランに転用された事例も多数あるが、レストランそのものが閉店があるいは、車体の老朽化により10年ほどで解体となったケースも多く、現存数は少ない。分割民営化以降、 桜の大市14型車内1999年8月、売店時代原則的に分割民営化後は、1990年までに、電車、機動車の食堂車は通った。九州ブルトレや、青函トンネル開通後に運転が開始された、北斗西、トワイライトエクスプレスの対、北海道新大特急のみで営業が継続された。九州ブルトレでは、 従来からの営業スタイルで一定の評価と営業実績を維持する一方、1990年3月の改正で東京下関間の朝風3号2号にラウンジカーが登場し、サービスカウンターでうなぎご飯、カレーライス、牛丼、焼きそばたこ焼きシューマイなど温かい料理を提供するようになった。しかし、利用客の減少は続き、 1991年6月1日に、水穂出雲1号4号が、1993年3月改正で、九州ブルトレ全列車の食堂車営業が終了した。食堂車はその後しばらく売店として引き続き連結。日本食堂の従業員が、電気コンロ以外の設備を利用して温かい食事の提供を行ったが、売店としての営業は、桜が、 早草と平結運転を開始するにあたって終了。フリースペースとして食堂車が連結されていた出雲は2006年に列車自体が廃止となり北海道系統を除く寝台列車の食堂車は全廃となった。対北海道の2列車では事前に緑の窓口で食事券を購入するコース料理の予約制とパブタイムと呼ばれるコース料理終了後に設定される。 予約不要のスナック的営業を行い、従来の予約不要で食事を取るための食堂車から列車内での食事を楽しむエンターテインメントとしての食堂車というコンセプトへの転換が図られ好評を博した。その結果、1999年からは新たに E26 系客車によるカシオペアも設定されたが2010年代に入ると諸事情が重なり、 いずれも列車そのものが廃止された。前期の通り、観光列車の一環として食事サービスを提供する。事例は21世紀になって、複数の会社で実施されているが、下記の列車は運行を終了している。伊豆クレール新幹線、東海道新幹線、開業当初は運転時間が短いため本格的な食堂車の連結は見送られ12両編成中に35系、ビュフェ、 普通号作り車を2両連結して営業した。ビューフェブはテーブルと回転椅子を装備した着席式でメニューの上でも比較的食堂車に近い機能を有していた。大阪万博開催に伴う輸送力増強に伴い編成を光編成と小玉編成に分離し、小玉編成では5号車を売店車に差し替え、以降、小玉用編成はビューフェ1両が正規となった。 1972年の山陽新幹線岡山、暫定開業時も、引き続き食堂車の連結は見送られた。0系食堂車36から1岡山駅右側に、排水口0系ビューフェ車37から101237型ビューフェ内部100系食堂車168から2、100系 V 編成食堂車車内0系、ウエスト光37から7301ビューフェ、 客室200系、ビュフェ237型車内1975年の博多開業に際して最速の光でも所要時間が6時間以上となるために1974年より既存の光編成に36系食堂車が組み込まれることとなり博多開業を前に一度に96両が製造された。戦後、 食堂車が新規かつ大量に製造されたのはこの時が最後である。新幹線では、車体長が在来線より5メートル長く幅も50センチメートル広いことから、在来線の設計を基本、また、同時に、ビューフェ車は、立食式の簡易型に設計変更された37型に移行した。1985年にデビューした100系電車では、 食堂車は2階建て車両で2階は、客席、1階は、厨房と売店を及び通り抜ける乗客の通路とした、168型を組み込んだ。しかし、1987年の増備車からは、東京から新大阪間での運用が主体となることや、スピードアップにより、食堂車利用客が減少しつつある状況を踏まえて、食堂車をやめて1階を、カフェテリア、2階を、 グリーン車とした148型を組み込んだ G 編成に移行した。ただし、1989年から西日本旅客鉄道が製造したグランド光用 V 編成では東京博多間での営業運転が主体となるため、再び168系食堂車とした組成に変更された。前世紀には臨時列車を含むすべての光で全列車食堂並びに、 ビュフェの営業が行われていた。後に一部の臨時、光で営業休止となり、さらに後には定期、光でも営業休止の列車が現れた。一部列車では、グリーン車へのシートサービスも試みられていたが、カフェテリア車により食堂営業は縮小に転じた。さらに1992年の望のみ運転用に開発された300軽電車では、食堂車が製造されず、 1995年には0、系光食堂車は営業休止となり、2000年には100系、食堂車の営業も終了し、東海道、山陽新幹線での歴史に幕を閉じた。特筆される例として、JR 加護の1988年3月13日ダイヤ改正で、運転が開始された、ウエスト光では、旅客需要の小さい山陽新幹線を運営する、JR 西日本が、 航空会社との競合が激しい京半身、北九州市、福岡市間での運転で最も売り上げを見込まれたことからサービス制作上ビュッフェを営業することとなった。これには例計37型のビュッフェ室を拡大し、イスとテーブルを設置するなどの大幅なアコも改良を行い投入した。しかし、2000年に光レールスターに置き換えられ、運転並びにビュッフェの営業を終了した。 運転時間が短い東北、上越新幹線では237型ビュフェ車のみと、された。また、100系同様に2階建て車両も製造されたが、200系電車では、食堂車は製造されず、カフェテリア車の248型とされ、カフェテリアには、イートインスペースも設けて、簡易ビュフェ的な機能も持たせた。300系電車のほか 同じく JR 以降に製造された500系電車、E1 系電車や E4 系電車でも売店ないしサービスコーナー程度に止められ、現在運用されている N700 系などではそれ自体が発止され、ワゴンサービスによる車内販売のみとなっている。なお、E1 系電車や700系電車では、車内の自動販売機で弁当を販売していたこともあったが、 売上が良くなかったことと補充の面倒さから自動販売機での販売は後に取りやめている。これら新幹線でも営業終了の理由は在来線と同様なもので利用率低下があったほか次に上げる要因がある。営業担当業者は博多開業の時点で日本食堂、ビュフェ東京、帝国ホテル列車食堂、都ホテル列車食堂の4社が担当していたが 上越新幹線開業で受楽が JR 加護に運転開始されたウエスト光で丸玉給食日食西日本が新たに加わり合計7社が食堂営業を行っていた当時の時刻表には列車ごとに担当の会社が記載されておりまた一部ではステーキやカレーなど一部の特化メニューによって営業を行う事例も見受けられたなお 都ホテル列車食堂は1990年3月大夜改正をもって、帝国ホテル列車食堂も1992年3月大夜改正をもってそれぞれ営業を終了した。分割民営化後に、東日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道、九州旅客鉄道で新造をしたほか、北海道旅客鉄道では改造名義だが、車体新造された車両が落成した。 推し25901ハシ787型車内2002年マシー26から1国鉄 JR 以外の日本の鉄道事業者いわゆる私鉄では所要時間が JR 線ほど長くないため厳然たる食堂車は存在せず多くがビュフェなど軽食を提供するものにとどまる古くは南海鉄道が大阪和歌山間の急行列車で伊動 喫茶室の合わせ作り客車を連結した。この車両は1907年の南海線、電化完成時に喫茶室の営業を終了。1917年に廃車となったが、後に電7系ではコンセプトを踏襲する形と近い、将来開業が予定されていた半和電気鉄道に対抗する目的から、電車では日本初となる食堂車の電付録型が製造された。 同社は手荷物室、特別室、本格的な厨房を備えた食堂の合わせ作り車で、食堂には日本の鉄道車両としては初となる扇風機を設置、さらに一部の車両ではこれも日本初となる車内ラジオ放送も行われた。戦後、国鉄 JR と同じ事例で製造された本格的、 食堂車は1963年の伊豆急行差し191のみである。サントリーが後人を廃していたビール事業テコ入れのために観光地での PR も兼ね、10年間は食堂車で車内でサントリー製品を販売するという契約で伊豆急行に贈与という形で落成した。形式記号上は食堂車ではあるが、上述した理由から車内で、 本格的な食事が供される機会は少なく、ビアガーデンに類似した営業形態とされた。スコールカーの愛称が付けられ当初は話題になったものの、相互上入りする伊東線では国鉄が難色を示した。後に乗り入りを許可するも伊東線内営業休止を条件としたことから収益が上がらず次第に存在意義が薄れ、結果として伊豆急行線内での営業も早期終了。 さらに連結そのものもされなくなり、伊豆稲取駅側線に留置。契約の切れた1974年に普通車のサハ190へ改造。2004年に廃車となった。私鉄の長距離列車としては、最長でも距離は 200km、乗車時間は2から3時間でしかないため、教職設備、メニューも、坂、軽食中心になっていた。 小田急ロマンスカーや近鉄特急に存在したスナックカーでの調理スペースで調理した軽食を座席まで運ぶシートサービス方式が主流で東武鉄道100系にはビュッフェサービスが設置されているものの始発駅発車直後にスタッフが各座席にメニューを配り乗客が購入に出向く売店形式をとっているただしこれらの設備も通勤時間帯や 運行距離の短い列車では、スタッフ人員の確保問題、着席サービスが優先であること、物品の補充問題などの理由により営業されない事例も多い。2010年代に運行が開始された、教職自体を目的とした、初列車については、現況を参照。本校では1990年代以降に、定期列車で実施されていた教職サービスについて、解説を行う。 東武鉄道100系ビュッフェコーナーを田球、ロマンスカー車内のシートサービスお茶は、缶入りや紙コップでなく車内専用のカップにて、提供されるまた、昭和30年代から40年代にかけて、新宿から片瀬江ノ島まで柿に、おつまみなどの軽食、ビールなどの飲料を積んで、車内で飲食する、納量ビール電車を運行していたことがある。 米国アルトン鉄道食堂車1885年、旧圧富鉄道食堂車中房カリフォルニア州、鉄道博物館での再現道食堂車、客席テーブル上に、各鉄道の食器を展示圧富鉄道特急スーパー、チーフ、プレジャードーム内の個室食堂室、ターコイズルーム歴史アメリカ合衆国で、本格的な食堂車が登場したのは1860年代で、ある。 それ以前にも教職設備を持つ客車は存在し、列車内における食事の提供は1830年代から行われていたようだが、継続的なサービスにつながっていなかった。この時代、駅や車内では物売りが果物や軽食を販売し、食事時には食堂のある停車駅で食事のための停車時間が取られていたので車内での飲食を望む優等旅客はそれほど、 多くなかった。このような事情から初期の食堂車のほとんどは客車の一部を食堂とした小規模なものであった。寝台車サービスで有名なプルマン車は1868年に全室食堂車デルモニコを建造したが、これは例外的な存在であった。プルマン車は優等旅客への教職サービスにも力を入れていたが、その主役は ホテルカーと呼ばれる厨房付きの寝台車で、食事時には座席にテーブルが据え付けられ食事が提供された。全室食堂車が流行したのは1870年代後半で、東部や中西部の鉄道会社はこぞって食堂車を建造し、コース料理の提供を始めた。この傾向は貫通路が開発され車両間の移動が簡単になったことで加速し、19世紀の終わりには、 長距離列車には食堂車の連結が当たり前となったが経営的には慢性的な赤字であった。優等旅客を対象とすることからメニューはフランス料理やクレオール料理のコースが主流で客単価も高く一流レストランと同等以上のサービスを提供するために多数の要因を必要としたことがそれ以上の費用を要した。このためプルマン社は波動輸送用の数十両を除けば 全室食堂車を経営することはなく、各鉄道会社は自社で食堂車を経営し旅客誘致の目玉として、サービスや味を競い合い前世紀の1920年代には、60の鉄道会社が1000両以上の食堂車を運営していた。運営にあたっては、サービス工場は、もちろんのこと経営主体が同じであれば列車が異なっても、同質のサービス提供を重視。食器。 ウェーター並びに、ウェイトレスの制服の統一が図られた。アッチソン・トピカーンド、サンタフェ鉄道で、食堂車を受託経営したフレッドハービー・カンパニーの制服はその、典型的な例で、この制服をまとった、女性従業員、ハービーガールは、中西部から西海岸に至る広大な営業エリアで提供された、品質で高いサービスの象徴として、好評を博した。前世紀には、 食堂車の他にビュッフェカフェカーランチカウンターカーといった簡単な厨房を持つ車両で教職サービスを提供するケースも多くコース料理を必要としない普通旅客に対する安価な食事の提供と優等旅客の軽食や喫茶の需要に応えることが求められ長距離列車では目的に応じた設備を持つ車両が数量連結されるのが通常となったが 1940年代以降は急速に衰退する。優等旅客は航空機に、普通旅客は長距離バスにシェアを奪われ旅客は大幅に減少。多数の要因を必要とする食堂車の経営は成立しなくなり多くは列車廃止と共に消滅したが、一部では車内販売に置き換えたケースもある。またサザンパシフィック鉄道では大陸横断長距離列車でも 自動販売機による軽食販売へ置き換えており、劣悪までなサービス悪化がアムトラック成立の後押しをしたとも言われている。その後、長距離旅客列車の多くは1971年にアムトラックに移行。食堂車もアムトラックの経営となり、現在に至る。現状アムトラック長距離列車。 コースとスターライト食堂車ナパバレーワイントレインで提供される料理アムトラック長距離列車のほとんどで、教職設備を備える。夜行列車ではコース料理を提供する食堂車を連結しており、中距離列車もカウンターとテーブル席を備えたホットドッグやサンドウィッチを提供するカフェカーを連結している。分割、併合などの関係で食堂車が連結されない編成でも、 寝台客に対してボックスランチ形式の食事が提供される。運転時間が長大であることと、駅構内の売店が少ないことや弁当という風習が一般的でないことなどがその理由である。なお、アムトラックでは1986年に寝台料金の10%値上げとともに、寝台利用客の食事を原則無料としている。また、高速列車のアセラエクスプレスでは、 カフェカーを連結している他にファーストクラス利用者に対して食事のシートサービスが行われている。得意な例としてニューヨーク近郊を走るメトロノース鉄道のニューヘイブン線では通勤系電車にビュッフェ付き車両を連結した電車を走らせ夕方から夜にかけての一部の列車で軽食やアルコールの販売を行っていたが2014年の新型車導入を契機に一旦廃止された。 しかし2016年今後の増備車においてこのバーカーが再び導入されることが報じられた。カナダの旅客列車を運行するビア鉄道においても事情は同様であるが、中距離列車では、教職車両を設ける代わりに旅客機の機内食堂用の食事のシートサービスが行われている。また、北米の保存鉄道では、ランチトレインやディナートレインといった日本国内で運行される 観光列車同様な列車の中で料理を食べることを目的とする列車を運行するケースも多く一例としてカリフォルニア州のナパバレーワイントレイがあるオーストリア連邦鉄道食堂車ハンガリー国鉄食堂車西ヨーロッパでは日本と同様食堂車は減少簡略化傾向にあるがその様相は国ごとに異なるフランスではかつて ルミストラルなどの優等列車ではフルコースのフランス料理が提供されていたが夜行列車を含めてサンドウィッチ程度の軽食を提供するビューェ車以外は全廃されているドイツ、イタリア、スペインなどに向かう国際列車に食堂車を連結するものがあるがこれらはすべて乗り入れ先の国側の鉄道事業者が運営するものであるユーロスターなど一部の高速列車では 競技の食堂車は連結されていないが、二等車、乗客向けにビューフェ車が連結されており、一等車の乗客には座席に飛行機の機内食堂用の配膳サービスが行われている。ドイツでは食堂車の慢性的な経営難により、国際列車や夜行列車を除く本格的な食堂車のビューフェ車への改装が進められている。メニューは他国に比べると豊富で、経営規模も 比較的大きい。一方、イタリア、スイス、スペインや中央ヨーロッパ諸国では昼行列車の食堂車のテコ入れが積極的に行われている。ユーロスターイタリアの食堂車は本格的な厨房設備を要する。スイスではファストフード店に似た教職設備を持った車両の試みも行われているほか、一部施鉄の列車にも食堂車が連結され大手施鉄の レーティッシュ鉄道では10両以上の食堂車を保有し、氷河急行などの特別列車の他通常の急行列車の一部にも食堂車が連結される。スペインでは国内の長距離列車、国際列車などでのフルコースメニューを中心としたサービスが継続されている。西ヨーロッパの夜行列車の個室寝台車では簡単な朝食のサービスを行う列車が多く、朝食料金は 寝台料金に含まれている場合が多い。夜行列車の夕食、朝食時刻は前夜指定するのが通例だが、客席まで朝食が届けられる場合と、夕食同様に指定した時刻に、食堂車へ客が赴く場合の2種類が存在する。ドイツのデュッセルドルフとクレーフェルトを結ぶ、ケーバーンと呼ばれる路面電車路線には、1924年以来、断続的に食堂車が組み込まれてきたが、 リース期限が到来したことで2014年12月をもってサービスを終了した。運営事業者は後継となる食堂運営者の選定を2016年に断念し、車両は通常の接客設備に改造された。また、デュイスブルグ方面とを結ぶ路線にも1949年から1998年まで連結されていた。詳しくは食堂車を参照。 天山節連合食堂車 CRH2 型電車食堂車中華人民共和国では運行時間が2時間程度の高級直通列車から最も長いものでは甲州ラサ間で運行される Z264、265Z266、263 26次列車は55時間以上かけて走破する長距離列車に至るまで食堂車が連結されているケースが多い。 食堂車は中国語では三車と呼称される。中華料理は地方によって味付けの違いに特色があるが、食堂車でも所属鉄路局によって味付けに地方食がある。また、中国の食堂車は乗務員の食事をまかなうのが主で、あるため、所属鉄路局や列車の等級によってサービスや料理の質が異なる。メニューは炒め物中心で、 朝食は粥や麺料理のみの場合が多いが一部の列車ではセットメニューの提供やバイキングも実施飲料はビールなどアルコール類のみの提供であるが水や茶などは持ち込みも可能であるまた車内販売の弁当も食堂車で調理している従来の車両では石炭コンロによって調理されていたが2004年に登場した 25TK 客車から 電気コンロや電子レンジが装備されるようになった。なお、高速鉄道の食堂車には、厨房設備自体がないため電子レンジ加熱品のみの提供となった。韓国では、セマウル号を中心にソウルプラザホテル運営の食堂車を連結し、車内で韓国料理の提供を行っていた。ソウルプラザホテルは、食堂車営業を行うにあたって、当時の日本国内で、 食堂車事業者だった日本食堂及び帝国ホテルで研修を受けてノウハウを習得したため韓国の食堂車は盛り付けや配膳で日本との類似点が多い。しかしソウルプラザホテルが運営から撤退。その後はアシアナ航空の機内食を担当するランチベル社が事業を継承するものの2008年9月に撤退。この他にはハンバーガーを提供する ロッテリア運営の食堂車も存在した。食堂車は、その後、改造死刑食を中心としたカフェ客車として運用されていたが、ほどなく営業を中断する列車が相次ぎ、2018年から立席客用に車内にロングシートを設置し、自動販売機を設置した自由席客車に再改造されている。2004年3月開業の韓国高速鉄道には、 連結されていないが、2010年3月2日より運行を開始した KTX 山川では、スナックバーコーナーが設置されるものの、座席増設のため、現在は撤去されている。2019年現在では、海列車等一部の観光列車にスナックバーコーナーが純粋な食堂車は、クルーズトレーンヘランが唯一の存在となるが、厨房設備はなく、 調理済み料理を搬入し、車内で盛り付け程度に限られる。巨構豪観高列車食堂車日本統治時代の1912年から食堂車が存在し、中華民国の台湾鉄路管理局となってからも、養殖を提供する食堂車が連結されていた。しかし、巨構号に連結されていた食堂車を最後に、1980年代に姿を消した。また、 2002年に自強後に、半室ビュッフェ社が連結されたが、外部業者への委託営業であり、その上多額の欠損を出した。結果、短期間で営業を終了した。現在では、一部観光列車でのみ運用されている。ベトナムの列車にも食堂車が連結されているが、食堂車は乗務員の休憩スペースとなっており、乗客への教職は主に車内販売によって行われる。 車内販売では、食堂車の厨房設備で調理した弁当やスープ、フォーなどが販売される。中国駐車制、大国鉄食堂車タイでは、現在も、国鉄の機関車兼員、客車によるクルンテープ駅発着の長距離特急列車において、食堂車が営業している。ただ、食堂車も含めて車両が、老朽化していることもあり、2014年に、中国駐車に、 食堂車給料を含む客車115両を新規に発注した。これらは2016年度9月から同年末にかけて納入され、順次投入された。なお、中国駐車制の食堂車には、厨房設備はなく、売店と飲食可能なフリースペースがあるのみである。フードメニューも用意されているが、あらかじめ調理済みのものを電子レンジで加熱して、提供している。また、 一等車利用客に限り、客室内にあるモニターを通して、直接注文し、デリバリーを受けることが可能。パントリーカーインドでは、自分の座席や寝台を離れて、食堂車へ行くという習慣はないものの、長距離急行列車の大部分には、パントリーカーと呼ばれる厨房付き車両が、編成内に含まれている。この車両では、食事や軽食の調整が行われ、車内で、 暖かい食事をとることができる。容器は薄い紙もしくはアルミ白製が多く使い捨てである。販売方法は従業員が座席や寝台を回って注文を取り、食事の配達と代金の回収を行う方式だが、パコラやサモサなどの軽食や飲料は注文を取らずに随時歩き回って販売する。最上位の急行列車、事実上の特急列車に位置づけられる。 ラージダーに休行などでは、食事料金込みの運賃になっている。宗教上の理由からベジタリアン向けのメニューが常備、されており選択できる。手製の弁当を持ち歩く習慣もあり、車内で広げている旅行者や家族連れも多い。なお、パレスオンホイールズホカインドには豪華観光列車が、いくつかあるが、これらには、食堂車が連結されている。モンゴル鉄道食堂車韓国。 台湾と異なりモンゴルやシベリア、サハリンでは一般的な営業が行われている。ただし、モンゴルでは国際列車のみでの営業で、国内列車では車内販売のみとなる。一方、シベリアではシベリア鉄道の長距離列車で営業する。サハリンではユジノサハリンスクのグリ機関の夜間急行列車にある。コロニアルトラムカーレストランこのほか 長時間走行を行う列車が存在する国や地域においては何らかの教職設備を持つことが普通であり、東ヨーロッパロシア、南米、アフリカなどで長距離列車が食堂車を連結、営業している。オーストラリアのメルボルンでは路面電車に調理設備とテーブルを備え、市内を運行しながらディナーを提供するコロニアルトラムカーレストランと呼ばれる電車が存在する。アジア、 太平洋地域では他にマレーシア、インドネシア、スリランカでの営業が確認されている。ありがとうございます。